こいつが白いから違和感ないな。皆さんこんにちは。今日はですね、リア君が仕事で外に行ってるので、先ほどトニーと夕方の散歩に出かけた時にセブンイレブンがあったので、エヴァ一番くじまでやってるかなと思って覗いてみたら、なんと白アスカと白マリが残っていたので一回だけ引いてみました。するとじゃん、白マリが出ました。はい、めちゃくちゃ嬉しかったです。1分の1で引き当てました。アスカが出なかったのはね、めちゃくちゃ悔しいんですけども、これでもおっと声に出してしまったぐらい嬉しかったです。で、まあ、この戦果をリア君にすぐにでも伝えたいんですけど、まあ、普通に伝えるのも面白くないので、またドッキリをしたいと思います。題して、妻が白マリを当てたのに報告しなくて密かにフィギュア棚に飾っていると夫はいつ気づくでしょうか、ドッキリー。前回のね、塩と砂糖のドッキリは3ヶ月かかりました。でも塩と砂糖よりかは、まあこれは分かりやすいと思いますので、いつ気づくか楽しみです。それでは飾っていきます。じゃーん、めちゃくちゃいい。いいね、死に装束のマリ。なんかえらいハイレグやね、このデザインがちょっとセクシー。さあこれをね、どこに飾ろうかな。たくさんあるフィギュア棚の、ね、ちなみにマリはここにいます。マリはね、我が家にはこっちに8号機もいますが、あ、こっちの奥にもいますね。これぐらいかな。マリ乏しいですよね。アスカいっぱい、マリ乏しい。どうしようかな。こういうのはちょっと分かりやすすぎるもんね。どうしよう。いっそも外？外のバーダックの横とかにする？こいつが白いから違和感ないな。スタンドがこいつみたいになってるな。違和感ない。ここにしようか。あんまり分かりにくすぎてもね、全然発見されんかったら面白くないし、ここにしときます。はい、果たして夫のリオナリ君はマリを見つけるのにどれぐらいの時間がかかるでしょうか。よーい、スタート。1日経ちました。まだ気づいておりません。この部屋にね、結構入るんですけど、まああんまり見えへんのかな。めちゃくちゃわかりやすいと思うんやけどな。この下に入ってるなら私も外出てるもんな。はい、ということで1日目はクリアです。2日目経ちました。まだいます。気づかへんもんですね。この前をうろうろして、なんやったらこのフィギュアもチラチラ見たという時はあったんですけど、髪の毛切ってもね、あんまり気づかないタイプの子持ち童貞夫なので、やっぱこういう細かいところに気づかないですよね。今回はかなり難題やったかもしれません。3日目、日曜日になってしまいました。まだいます。あんたバカ。あのね、今日試しにね、このジョジョのフィギュアの話を振ってみたんですよ。これ一つだけこのラインナップで浮いてるから違うやつ飾ろうとか、なんかそういう会話をしてみて、こっちにね気を向かせようとしたんですけどね、全然でしたね。で、今日はですね、夜9時からいつもの生配信があるので、
まあ、このねフィギュアをバックにいつもやってるので、まあ、それでもしかしたら画面にマリが映って視聴者の方が先に気づくというパターンがあるかもしれませんけども、さあ果たしてどうなるんでしょうか。もっとねなんか綺麗な堂々としたところに飾りたいな、早く気づいてほしいんですけどね。ということでまだ気づかずです。皆さんこんにちは。こんにちは。というわけで、はい、リオナリ夫婦の生配信のお時間でございます。あ、メンバー限定放送の時間が遅くからだって。あ、おかしか、何がないこと。こんばんは。こんばんは。クイズ。私は電気が嫌いです。誰のモノマネでしょう。何だ。私は電気が嫌いです。誰。マジでわかんない。え、なんだそれ。わかる人います。誰。はい、私は電気が嫌いです。いや、マジで誰。あ、そう。ん？はい、MYY さん、魔女の宅急便の、便の、あ、魔女宅か。の誰？家政婦だ。正解。私は人気が嫌いです。魔女宅一番好きとか言ってんのに。あの人いいキャラやんな。というわけで、はい、よろしくお願いします、今週も。バイ。ごめん、お酒じゃないから飲んじゃった。炭酸水で。はい。あれ？え？何？モリがいる。モリがいる。ディッディリー。実は当たってたのに、夫がいつ気づくかドッキリ中でした。え？聞いた？木曜日からずっと飾ってて、金土日3日かかりました。てってりー。今気づいた。え、そう、マリいるじゃん。そう、え、ずっと飾ってたんですよ。え、いつ引いたの。いや、そんな素振りなかったじゃん。そやで。いつ引いたの。次の日ですね。私が13号機を当てた次の日にトニーと散歩に行った時、セブンイレブンの前をね、通って、一回だけ弾いてみるか、っつったら、一発で当てたんですよ。実は。素直にね、当たったよって報告するのは面白くないなと思ったので、まあ、ドッキリをかけてみようと思いますっていう動画だけ撮って、ここに飾っときまして、このジョジョのやつが白いやろ。だから白白でさ、なんか馴染むかなと思って飾ってたら、もう今日なんか、ここら辺のフィギュアの話したのに全然気づかんくて、あーと思って。さ、今ちょっとね、コメントでね、あ、マリいるみたいな流れだから。そうそう、コメントで見て、それで気づいたやろ。そう、え、マリ、な、何のこと言ってんのと思ってチラッと見て、俺もいるじゃんつって。はい、ということでこの、アーカイブは切り取ってまとめて前振りと一緒に編集して出してください。出してください。よかったね。よかったよ。なんか、え、みたいな出ましたね。一瞬なんかわけわかんなくなった、頭の中で。あれ、さきちゃんってマリ引いたっけ。あれ、ん、聞いてないよな。あれっつって、こんなんなかったっつって。